さくらをしばらく乗ってみて、自分なりに良かった点と、ちょっと残念だった点を、3つずつ、お話しします。まず良かった点は、ですね、やはりあのデザインがかっこいいですね。まあ、で2つ目が、維持費が安くなりました。3つ目がですね、12V の補給バッテリーの方に、自動で、チャージしてくれるようで、結構そういうことがあったので、それがすごい助かります。はい、それで、残念な点というか、まあ、僕にとって、僕がちょっとイマイチだなと思う、点を3つ挙げたいと思います。まず、1つ目が、これは車内がですね、車内というかインパネがですね、ちょっと今お見せしますね。こうツルツルしてるものなんで、結構こう触ってるとですね、指紋がつきます。スマホみたいに、結構まあ、パネル、操作するときにこうオフとかって結構指紋がついちゃってですね、まあマット調のその、ものだったら、シフトパネル、この辺がマット調だったら指紋とか目立たないんですけど、夏だからか油っぽいのか、ちょっとこうやって触った時でもこう開けたり下がったり、こういうところが指紋がついちゃいますね。いろいろ全部だから、そういう意味で、まあ綺麗なんですけど、こうシフトのところも指紋ついちゃうんで、まあちょっとその辺が、ちょっとどうかなっていうところはちょっと感じます。で、あと2つ目がですね、このさくらは、結構その、市場プレビューですごいこう軽にしてはそのパワーがすごいあって、こうトルクがすごい強いって言って、加速踏んだ時の加速がすごいっていうふうに聞いてたんで、まあ、確かにそうすごいんですけど、実は、ちょっと調べてみたら、もう一つうちの方で持っているミニケブミーブトラックも、このサクラよりも若干、トルクが強いです。サクラよりも、ミニケブミーブトラックのトルクの方が強くてですね、あとミニケブミーブトラックはサクラよりも100キロぐらい軽いんで、それで、前にミニケブミーブトラックでこうちょっと加速こうブーンって踏んだ時の加速をこう今ちょっと踏んでますけど、見てみたら結構こうテスラに乗ってるようなうーってなんかうーってくる、なんて言うんですか、加速がこう、これすごいなトラック、これデントラすごいなっていう感じがあったんですけど、サクラはミニキャブミーブトラックよりかはその打ってくるのがないですね。だからやっぱり、ミニキャブミーブトラックよりも若干トラックが少なくて、あと100キロぐらい重いんで、それが原因だと思うんですけど、まあそういう意味では、あ、こんな感じなんだ、それほどでもっていう風な、別にその走る分には十分なんであれですけど、もっとすごかったな、デントラはもっとすごいよっていうふうに思ったり、まあ、個人的にあるんで、それが、まあ、残念というか、あ、そういうもんなんだっていうところがちょっと思った点です。で、あとはですね、3つ目が、Eペダルっていう
ボタンがあるんですけど、今 E ペダルオンになってるんですけど、いわゆる E ペダルをオンにすることで、エンジンブレーキが強くかかるようなイメージの、ものになってるみたいです。で、ドライブモードをこう押すことでスポーツモード、エコモード、スタンダードモードっていう風になってですね、で、E ペダルの、ボタンを押してスポーツモードにするのが一番、エンジンブレーキが、まあ、回生が強いってことなんですけど、こうブレーあのアクセルを踏んで離すとこうすごい回生の方に触れるんで、こう減速が強いんですけど、でちょっと残念だと思ったところはですね、多分その安全性でそういう風にしたんだと思うんですけど、E ペダルで、ワンペダルがもうできなくなった。つまり、アクセルだけでアクセルを離すことで、止まるようなことがちょっとできない。あの信号待ちとかで、アリアとか、今はちょっと変わってるのかもしれないんですけど、ノートとかはこう E ペダルによって、あのワンペダル、つまりアクセルだけでアクセルを踏んでアクセルを離すだけで、止まることができたんですけど、さくらはこうゆるゆるってなって止まるのはブレーキを踏まないと止まれません。なので、まあ、普通の車みたいにですね、E ペダルっていう、ボタンを押すことで、減速は強くなるんですけど、結局止まるのは、車を停車するには自分でブレーキペダルを踏まないと、止まりませんっていうのをちょっとこう、あのメーカーの人にもこれちょっと故障なのかなと思ったんですけど、じゃなかったみたいです。結局そういう風な、仕様に、変えたみたいで、E ペダルで、あのワンペダル走行って言うんですか、ワンペダルの運転ができる、アクセルだけで走ったり止まったりっていうことがもうちょっとできなくなったみたいです。ちょっとっていう風な、そのアクセル踏むだけで運転できるみたいな、そういうのができなくなったっていうのがちょっと残念な、点です。そんなわけで、ちょっと長くなりました。自分僕の個人的な、感じてることですけど、さくらを、しばらく乗ってみて、良かった点、いまいちちょっと残念だったっていう点を、それぞれ3つずつ挙げてみました。そんなわけで、これからもまあさくらの動画をちょっと上げられたらと思いますけど、もし、この動画良いと思ったら、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また。